アリーグ優勝決定シリーズ第5戦ヤンキース5、2ガーディアンズ、2024年10月19日クリーブランド、ヤンキースは19日、日本時間20日、ガーディアンズとのリーグ優勝決定シリーズ第5戦に5対2で勝利し、9年以来、15年ぶり41度目のワールドシリーズ進出を決めた。2対2の10回だった、1試からウェルズが死休で出塁。 続くバードゥーゴの2ゴロを併殺を焦ったのか、2塁ベースカバーに入った遊撃手の6キロが取り損ねる。2し1、2塁となって、外が高めの速球を捉え、宇宙間へ決勝スリーランを放ち、激闘に終止符を打った。この場面6球目まですべて変化球だったが、4球連続ファウルでしのぎ、高め直球をしっかりと捉えた。試合後、 歓喜の輪が解けた後の地元テレビ局のインタビューで外はチームをワールドシリーズに連れて行けるホームランを打てて興奮している。このチームは素晴らしいメンバーが揃っている。6回のスタントンはすごいホームランだったと語った。ワールドシリーズは25日、日本時間26日に第一戦が行われる。ナリーグ優勝決定シリーズはドジャースが3勝、メッツが2勝となっている。 ドジャースが相手となれば、1981年以来、メッツが相手となれば2000年以来のワールドチャンピオンをかけた戦いとなる。